ネットで競馬、ネット競馬。まるごと必勝チャンネル、今週は G1 皐月賞の展望です。さあ始まりました。司会の平田里奈です。今週は柏木さん、久保木さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週は日曜日に中山競馬場で行われる3歳馬による G1 皐月賞を中心にお送りします。早速出走メンバーご覧いただきましょう。2歳の G1 レースの勝ち馬2頭が揃って不在、重賞2勝馬も今年はいないということで大混戦が予想されていますが、柏木さん、今年のメンバーいかがでしょうか。2歳が終了した時点でちょっと難しいなって言われたんですが、うんうんうん、どんどん違う馬が勝っていくんでどんどん難しくなってきて迷います。最後まで、迷っちゃいましたね。いやでもティーハイトはない、で高ハイトもないと思います、久保木さんはどうでしょうか。ちょっと細かく調べてみたんですけど、登録が20頭いたんですよね。はい。ケース地盤を外してしまったことがある馬っていうのは5頭しかないんですよ。で、デビューから全て馬券圏内、要は3着以内ですね、に絡んでる馬っていうのは11頭もいるんですよね。いやもうこの数字を見ただけでもうどれに印回していいのかなっていう感じで、まあ本当に、ね、それでも全部につけるっていうわけにはいかないんで、何か切る材料っていうのも一つ見つけなければいけないかなと思いますね、とにかく非常に面白い組み合わせになったと思います、いやもう本当にもちろんオッズの人気の偏りはありますけれども、他人がどの馬を本命にしても見抜けるような、そんな能力を拮抗する馬たちが揃いました。皆様いつもまるごと必勝チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではこのコーナーから参りましょう。皐月賞を予想する上でのポイントをお伺いしていきます。まずは久保木さんのポイントを教えてください。はい、これはいつも G1 でもう自分の中では心がけていること、まあ、2つあるんですけど、1つはやっぱりこれだけいいメンバーが揃うと、人気の盲点になる馬というのが絶対出てくるんですよね、成績がいいのになんでこんな人気がないんだろうっていう馬を探すということですね、どうしても今年の場合は特に、ジョッキーとか厩舎とかあるいは生産牧場、そういったところで、人気の差というのがつくと思うんで、そこにみんなが気がつかないけど成績ちゃんと残してるよっていう馬を探すことがまず一つですね、あとは、これはもう切る材料になりますけど、やっぱり天乗りの馬っていうのは大きくマイナスしなければいけないかなと思います。やっぱりこれだけキャリアの浅い馬たちのレースですから、人馬がお互いのことをやっぱりよく知ってるっていうことが、最後追い比べになった時とかは一つ武器になると思うん で実際先週の桜花賞も1着から3着馬まではデビューからね同じジョッキーが乗ってるっていう馬が上位独占しましたんで、今回皐月賞の騎手が乗る馬っていうのは割引く材料にしようかなと思います、では柏木さんのポイントも教えてください。一頭の長所をうんと強調した方がいいという気がします。というのは比較の基準になる馬がいないんでね、毎年必ずいるんですけどね、マルエク基準の馬は私は強いてあげればタスティエレがポイントレース2つ出てるんでこの馬かなと思うんですが、比較が難しいんで横の比較じゃなくてこの馬これが長所だよってあったら素直に買った方がいいと思います。では久保木さんにはポイント2点挙げていただきました。人気の盲点になる馬を探せ、そして天乗りは割引ということでした。柏木さんは最大の長所を探せということでお二人にポイント挙げていただきました。ぜひ参考にしてください。続いては柏木さんに注目馬の参考レースを解説していただきます。柏木さん、今週も参考レース選んでいただいてますが、どのレースからいきますか。はい、まず朝日杯フューチュリティステークス、はい、これが混戦だって言われる始まりなんです。なぜかっていうと一週前のリバティアイランド1分33秒1で勝ったんです。
ところがこっちの方もね、それなりのペースで流れながら勝ち続く1分33秒9だから、どう見ても印象見てもあれこれならリワティアエンドのがはるかに強いなっていうのはもうその通りなんです。この組その後あ巻き返してきたなっていうのはいないですしね。ドルチェマーの前回はあのちょっと体調もあったと思うんですが、ジュアンバがあそこ負けるんですからね、この組み合わせが強いという根拠は乏しいです。突っ込んできたあのダノンタッチダウンはちょっと別ですけどね。はい、次のレースお願いします。はい、1月の中山の京成杯、皐月賞と同じ 2000m、 結びつき少ないことが多いんですがね、今年は中身悪くなかった。中段から外に夜出た4枠の青い帽子、それが勝ったソウルオリエンスです。これでいて上がり3ハロン、最速の34秒5、まあ膨れつつかったで、2000のキャリアで皐月賞を通用するかっていうと、近年ではイクイノックスが2着しただけで、いや2000じゃちょっとダメだよっていうジンクスじゃなくて記録があるんで、ね、そこは気になります。次のレースはクリームファックスの勝ったキサラギ賞、これも 2000m ですからポイントレースの一つですね。スローだったんで早め早めに動いた2番手から抜け出したクリームファックスが、これなら楽勝かなと思うところ、実は外から7番のオープンファイヤーに追い詰められてね、案外だなっていう内容なんですが、これは一つオープンファイヤーというものがすごい素質ある馬であることと、クリームファックスはあの道中ちょっとかかってましたね。ですから折り合い一歩だった。でもこれ1分59秒なのですから、今年2分突破してる馬少ないんで要注意だと思います。次のレースありますか。共同通信杯、ここは例年一番評価高くなるレースですね。今2番手から抜け出してくる6枠の馬がファントムシー、タッチウッドはなんかスローなんで途中で引っかかって鼻切ったんで失速するかなと思ったんですが、ギリギリまでに割ってるんですよね。でファントムシーフが勝ってタッチウッド、タスティエイラが差のない4着、一応ファントムシーフはポイントレース解消した。ただ時計は実は平凡です。次のレースありますか。エアウィッショー、これもあの共同通信杯と並んでポイントレースですね。こう勝ったのはあの6番のタスティエラ、さっき一応完敗だった4着の馬です。それが勝ってトップナイフが2着最後ちょっと通った、うまく乗ったと思うんですがね。で3着がワンダイレクト、ワンダイレクトも負けた馬ですね。そうするとあれどれのレースが一番強いんだっていうのをどんどん分からなくなってって、負けた馬が勝ったけどそれ強くないじゃないっていう結果になってます。で最後はスプリングステークス、スプリングステークスだけはちょっと重馬場でね時計かかります。ここは新生のベラジオオペラという馬が中段の外に出して差し切ります。でホービスケッツが2番手からあの手応えでねよく持ったと思うんですがね、それからメタルスピードが突っ込んできて3着、1分48秒9というのは遅いですが、おもごろのスプリングステークスとするといや実はあんまり遅くないという、この組も候補だと思います。ベラジオオペラの勝ちっぷりはいいですね。表で勝ったということはそれだけ底力があるということも言えます。ありがとうございました。さあ久保木さん、はい、ここまでのレース、まあ、全て皐月賞を予想する上での重要なレースでしたが、特に抜けていたレベルのレースってあるんですかね。はい、それはね特にないと思うんですよね。本当にもうこうちょっと走れば着順が変わったりというところがあるんで、まあ、もう本当に参考レースを見ただけでも混戦かなと思いますけど、ただもう最近、まあね、この番組でこの参考レース柏木さんが選んだのを見せていただくんですけど、コバの G1 とかだと、ね、参考レースに流れても勝ち馬がいませんというのが多かったりして、ね、そうですよね。例えば今回はもう上位に、ね、みんな食い込んでる馬がちゃんと出走してきてくれましたから、まあ、もし迷ったらねこう一つにまとまってますし、この部分何度も何度も見返してもいいんじゃないですか。そしたら勝つ馬、自分の本命にしたい馬が出てくるかも、見つかるかもしれませんね。はい、お二人の話を聞いていても、まあ、レベルが全体的に同じ感じということを伺ったので、王道の重賞勝ち上がり組だけでなく別路線組もあの底知れぬ能力があるのかなというふうに感じました。お二人の参考レースの解説踏まえて次の名物コーナーに参りましょう。
皐月賞の出走前馬を柏木さん、久保木さんに金銀銅ダークホースの札で評価していただきます。三冠の初戦を制するのは果たしてどの馬でしょうか。それでは行きましょう。ソウルオリエンス、いかがでしょう。うん、お二人とも銅が上がりました。2戦2勝、うん、前回の京成杯というのはどちらかというとあのクラシックにあんまり結びつかないんですけどね、うん、でも今年はあの勝ち方が良かった、うん、2戦だけで皐月賞勝った馬いないです、うん、今の制度になってから。だからそのキャリアの浅さがダービーでは快勝できるんだけどやや金にはできないという理由です。うん、世間の人気では金や銀がつきそうな馬でありますけど、やっぱりちょっと右回りに不安が残るかなっていうところがあるんですよね。前回も終始こうなんか左に張り加減 であれちょっと4コーナーで膨れたのは多分、直線に入る前で手前を変えてしまったんで、それでグーンと外行っちゃったと思うんで、でもそれでもやっぱりちょっとこう口向きの関係とかっていうところは少し気になるんで、だから厩舎の方で今回馬銜を変えるということなんで、まあ、その効果は期待できるかなと思います。このレース内容次第で、ね、次どうするかっていう、まあ、判断材料とするレースですね、今回はソウルオリエンスに関しては。はい、ワンダイレクト、無印グリューネグリーン、こちらはいかがですか。2人とも厳しい。湘南バシット、この馬はわからない。フリームファクシー、こちらはいかがですか。お、柏木さんだけ動画上がりました。お願いします。レースは一応日本の馬すごく慣れてるから乗り換わりの中ではマイナスが少ないかな。でディアデラの下というより、これあの一族の代表はダビーはロジユニバースですから、 2000m だけにこう集中して使ってきて先行もできる、これが意外と一番崩れないんじゃないかなという気がしてるんですけどね。はい、久保木さんは川崎氏がずっと乗ってきて、ね、今日本のトップジョッキーでもあれだけ苦労している馬が、まあ、レイク氏もちろん腕達者は腕達者ですけど、ね、初めて競馬で乗って、どれだけうまく乗りこなせるかっていうのが心配なんで、まあ、その消しのポイントでいうとこの馬が一番当てはまるかなと思います。なるほど、自分の中ではね。ウィンオーリン、この馬には札は上がらない。ファントムシーフ、こちらも有力馬の一頭ですが、印はお二人とも上がりますね。あの共同通信杯の勝ち方は、まあ、あんまり楽勝だったんですけどそんなに評価できないかな。でも、まあ、一応理想のローテーションに来ているのと上積みあるかな、音楽があればという人気ではないと思うんですけど評価を下げられないという意味です。はいね、まあ、共同通信杯、まあ、近年はもう一番、強い馬たちが集まるレースで、そこを勝ってきたっていうのは一つ評価しないといけないかなと思います。でやっぱり振り返ってみると、まあ、その後の一緒に走った馬たちの成績っていうのはいいんですよね、まあ、4着タスティエラはやよしを勝ってますし、6着のシーズンリッチが毎日杯を勝ってる。あとね、もう一つこのレースのポイントは、下位に沈んだ馬たちがちゃんと自己条件で上位争いしてきてるんですよね。10着ロードプレイヤーが一勝クラス2着、11着の競泳ブリッサと、シンガリ負けのシュタールビンとは、まあ、3着とちゃんとあの自分のクラスに戻れば上位争いできてるということなんで、やっぱりメンバーのレベルとしてはかなり高かったかなとは思います。まあ、ここは、この世代では一応一番、トップのレベルにあるのかなというところで、銀メダルの評価です。トップナイフ、おお、ここダークホースですか。いやいや無印、いやいや大好きな、はい、大好きなんですね。わからない。まあちょっとこの評価が当てはまるかどうかっていうのは微妙なんですけれども、まあ、とにかくこの世代では大崩れなく、まあ、どのレース、今回9戦目ですけれどもしっかりとキャリアも積んで強くなってきたという、まあ、今は珍しいタイプの馬ですけれどもね。ただまあ、以前この番組で柏木さんも触れてましたけど、困窮者の馬っていうそのレース使って強くなっていくという馬が多くて、まあ、やっぱりねダービー勝ったディープスカイはあの時11戦目でしたし、まあ、過去、この皐月賞にも4頭送り込んでるんですけど、2着でしたヒルノダムールとマイスタイルが6戦目、ローレルゲレイドは8戦目でしたね。でマテンローレオが5戦目と、まあ、それなりに数はやっぱり使ってきてる
という厩舎なんで、まあ、今回そのレースの数っていうのは気にする必要ないかなと思います。ただね、前回は4勝の時はマイナス10キロで結構きっちりでき作ってきたかなっていう感じがあったんですよね。だから今回にお釣りが残ってるかどうかっていうのは少し気になります。だから凡走があってもおかしくないっていう意味でのダークホースですね。ほうビスケッツ、ここ柏木さん、ここが本命ですね。お願いします。いや、褒め方はすごく難しいんですけどスプリングステークスなんかやっとの2着でしたけど、うん、あれ見て重厚者だっていう単評がいろいろ載ったんですが、私は重はすごく下手だと思います。でなぜかっていうと、東京のフリージア賞1分59秒3ですけどね、いや、なんとこの持ち時計が実は一番速いんじゃないですか、 2000m では。今年でその時実は超スローで、この馬後半の 1000m57 秒7で乗り切ってるんです。だからその馬がスプリングステークスにして主だから来たということは全く逆にない。実はこのフォービスケッツというのも、お母さんがあのマンファスのクロス、キングカメハメハのお母さんのクロス持ってるんだよね。実はよく眺めてると強烈な牝馬のクロスというのは、お父さんのクロスというのは 3×4 というのは大したことじゃないんです。これはお母さんの 3×4 ということは、その息子たちがのクロスされるんで強烈なんです。フォービスケッツ大訳あると思います。そして一方で久保木さんは札が上がっていない。今ちょっと柏木さんの話を聞いて少し心も揺らいでますけれどもいや、私はね、やっぱ距離ちょっと長いんじゃないかなと思うんですよね。フリージア賞も確かに、ね、後半早いまとめ上がりでまとめてっていうのはあるんですけど、ノーマークだからできた、ね、レースだったかなっていう気もするん で、ただ相手にはちょっと入れようかなと思います、はい、馬券の相手には入れます。そうですね、はい、中止はつけられませんけど。ラスハンメル、ここは上がらない。シャザーン、こちらはいかが。おお、久保木さん、はい、おめですね。はい、うん、はい、よろしくお願いします。この前回スミレステークス、まあ、前半 1000m64 秒4でかなりスローペースだったんですけどもね、まあ、だから上がりが早いのは当然といえば当然なんですけど、ただあのレースのラップが11秒1という早い時点でこの馬前との差をつけ詰めてで差し切ったわけですよね、うん、だから、まあ、あの全体的なペースとかタイムは平凡でもその中であっても長いようは濃かったかなと思います。でもう一つの注目は新馬戦ですね。この時、まあ、この、まあ、2着だったんですけれども、3着のラスハンメル、それから5着のウィン・オーディンは、ね、今回一緒に皐月賞に駒を進めましたし、この時4着のシーズン・リッチは今年毎日杯勝ってるんですよね。ですからそういう非常にこうレベルの高い新馬戦で、まあ、上位争いしてきたということ、あとお母さんクイーンズリングなんですけど、この馬は有馬記念2着だったんですよね、引退レース。ですからそういう考えれば、まあ、中山コースも血統的には全く問題なさそうですし、まあ、人気の盲点という意味ではちょっと面白いとかなという意味で、この馬を金メダル評価にしたいと思います、はい、ダノンタッチダウン、お二人とも動画上がりました、まあ、そうですね、先ほど朝日杯参考レースも出てましたけど、うん、まあ、そこで上位争いをした馬たちのその後を考えるとやっぱり、まあ、レースレベルはっていうところありますけれども、うん、ただまあおしまい本当にしっかり伸びてくる馬ですし、レース後のジョッキーなどのコメントを見るとまだまだこう発展途上の段階でこれだけ走れるだけすごいということをね話してるんで、まあ伸びしろというか成長力は残ってると思います。ただあの客室だとやっぱり中山のコーナー4つの競馬っていうのはどうかなっていうところがありますんで、一応銅メダルまでということにします、はい、でまたこう 2000m が初ですよね。 400m の延長というところで距離の適正はどうですかね、柏木さん。はい、あのお兄さんのダノンザキットは 2000m の方が最近どちらかというと、マイル戦もほら使ったけど、うん、2000m 稼ぎがつのがいいかなという内容を示してるんですけど、うん、いやこれ朝日杯の末脚印象的ですけど、皐月賞を勝ちたかったらこういうローテーションは私はないと思います。だからダービーに向けてだと思います、うん、それでも来れるかって言ったらまあ怖いけど、どうどうあれ、はい、グラニット、今回も花は切るんでしょうかね、グラニットは、うん、その子さん高いですからね、うんうん、
でも札は上がりません。はい、ダスティエーラ、弥生商馬の評価はお二人とも上がりますが、柏木さんは銀が上がりました。ポイントになる弥生商と共同通信杯出てる珍しいケースなんですけどね、うん、最近はもう共同通信杯から直行とか感覚上げるんですけど、まあ、でも両方ともね全然負担になるようなレースじゃないような気がするんですよね。スロースローでだから順調に来てるっていう意味で、で共同通信杯より弥生商明らかに強くなってますから上昇の魅力あると思います。でもこの馬お父さん里のクラウンですけど、里のクラウンは皐月賞一番人気でね残念ながら6着に負けてしまったんで、同じね堀厩舎の管理馬でしたけど、まあ、そのあたりあって厩舎一丸となってここは、うん、勝ちに行きたいレースなんじゃないかなと思います。はい、まあ、もう銀に近いのですね評価です。はい、ベラジオオペラ3連勝中ですが、ここの評価お二人とも銅が上がりました。まあ、本当は今回田辺衆初騎乗なんでね、うん、その点では切りたい一頭なんですけど、うん、あの3連勝の内容はどれも本当に強いんで、そうですね、はい、まあ、一応押さえておこうかなと思います。はい、48秒9というのは平凡に見えて、あの重ばばって考えると実はすごく中身濃いと思います。うん、まあ、で今回あの流れも読めないんですけど、やっぱりクラシックらしいこう底力が問われるような競馬になったりすると、はい、実はロードルカノラー3区ってそんな軽いタイプじゃない馬も多いんで、はい、あのスプリングステークスの楽勝した能力生きるかなというふうに考えます。本当なんかどんな位置でも勝ち切るセンスのある馬だなというふうに、うん、早足持ってますしね、うん、本当にで意外とパワーもありますからね、うんうん、本当にこう全てのレベルが高い馬っていう感じがします。うん、はい、エアデジャブの位置だった。そうですね、だからね、中山も実際結果出しましたし、コースティックスは高いですよね。はい、タッチウッド、うん、柏木さんだけ動画上がりました。今年みんな怪しいところがあればこの馬にも先に行けるという長所があるんで、ちょっと連穴には入れときます。最近あの竹豊ジョッキーはこの逃げ騎乗でそうですね、大阪杯もそうでしたけどね、竹騎手が逃げたらまあね、それを追跡に行くジョッキーというのはほとんどいないんで、はい、ここもだから思い切って逃げたら怖いと思うんですけど、うん、私やっぱね、うん、いくら竹豊騎手でも天の輪になるんで、あ、ちょっと印象は回しきれませんでした。メタルスピード久保木さん、スプリングステークスお世話になった馬なんですけど、ね、お世話になってよく見てたからこそやっぱりもう一腹伸びてどうかなっていうところはありますし、あのスプリングステークスはやっぱりベラジオオペラの内容の方がもう1枚も2枚も上だったと思うので、今回は申し訳ないですけど目印でございします。はい、マイネルラウレア、ああ意外、わからないですか。でやっぱり弥生賞をちょっと手爪ですね、足の元の不安です回避して、でその後毎日杯も友の疲労がちょっと出たというところでまた回避してしまったんで、やっぱりこの順調さを書いてるっていうのはクラシックではもう大きな減点材料になると思うんで、はい、ここを使った後の変わり見ましというところですかね。はい、お二人に皐月賞の出走全馬評価していただきました。さて久保木さん、はい、今週のトレセン朝どれ情報を皐月賞を中心にたっぷりお送り、はい、お願いできますか。はい、はい、では VTR どうぞ。はい、本編でもかなり難解だという話はしてきましたけれどもね、調教を見ても、うん、こうつけがたく、うん、さらに頭がこんがらがってる感じがします。まず関東馬でよく見えたのはタスティエーラですね。先週チークピーシーズ、そして今週がブリンカーと、いろいろこうバグを工夫して、馬の気持ちを乗せるように、調整されてますけれども、現段階で、今、デンマが出る前なんでね。あ、あの、デンマというのは出馬表ですね。出る馬。あれを、私たちの業界ではデンマというんですけれども、確定する前に収録してますんで、実戦でどういった馬走をするかというのはちょっと情報つかめてないんですけれども、ここに非常にいい動きを見せてますね。
共同通信杯、そして弥生賞と、この春2戦しましたけれども、そういった疲れもなく、時計的にもしっかりとしたいいものを出せています。今週はちょっとブリンカー効きすぎかなという感じで、かなり前向きな走りを見せましたけれどもね、合わせ馬の相手を子供扱いで非常にいい動きを見せました。馬体のシルエットもいいですし、ここに向けてさらに体調をアップしています。そしてもう一頭はホームビスケッツですね。1週前に5波論66秒0、これは10個最速になりますけれども、この時1波論が10秒9、まあとてもスピード感のあるいい動きを見せてくれました。もう先週の時点であらかた仕上がりましたので、今週は67秒9で1波論11秒8というタイムでまとめましたけれども、まあ、非常にこう速力はありますし、いい体つきも張りが出てきましたね。6月5日という遅生まれではあるんですけれども、そういったハンデをものともさせない非常にいい動きです。ただやっぱりこれだけ超強国ということは本質的にスピードタイプかもしれません。そしてもう一頭は人気サイトですね、ファントムシーフの仕上がりも万全と見て良さそうです。ここまで遅いものも含めて追い切り8本、じっくりと乗り込んできました。汗をかく時期になって皮膚感が薄くなってきましたね。まあ、それに伴ってこう馬体の水っぽさみたいなものも抜けてきましたし、前回共同通信杯の時よりも馬の雰囲気は間違いなくアップしてますね。これならいい競馬してくれそうです。関西馬では私の金メダルジャザーンがよく見えました。1週前に3頭合わせ、ともも1厩舎は実数これが、最終的な追い切りという形になりますね。今週はハンドで終われましたけれども、最後1波の12秒1、あの回転が効いて、非常にいいフットワークで走れていました。2200m のスミレステークス勝った馬ですけれども、皐月賞に必要なこの速さというのも調教から垣間見ることができます。筋肉の張り具合文句なしです。それではスタジオにお返しします。久保木さんに美穂トレセンからリポートしていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では谷さんの予想も加えた皆さんの印ご覧いただきましょう。はい、今週も私印をつけさせていただきました。まあ、金はタッチウッドなんですけれども、馬券はこのタッチウッドから、まあ、単服はもちろん流して生まれん、あと3連服買おうか迷っております。柏木さんはどんな買い方になりそうですか？私は自分の本命から、まあ、単服買って、うんうん、でも昔からね、オッズが読めないやつ当たるわけがない、オッズが読めないやつ当たるわけがないでも今年読めないでしょ。読めない単勝とかね、うんはい、うん、その時点で外れてると思うんですけどね一応ホービスケット使います。あとはやっぱり生まれんですね。3連単当たる気がしない、当たる気がしない時に当たるんだけどね。うん、いや3連単って向こうから当たりが強まってくる、3連単って向こうから当たりが強まってくる当たりに来るんですか？取りに出たら逃げてっちゃうなるほど、うん、そうか。久保木さんはどうですか？はい、いつもなら本当は軸一頭の3連服って言いたいところなんですけど、はい、やっぱ手広く変わらなきゃいけない割には配当があまり期待できないっていう可能性もあるので、確かに、まあ、ここは私も柏木さんと同じように単勝とあと金メダルから生まれんを買おうかなと思います。はい、3連系買わない方がいいですかね？いや、そんなことない。お金があれば買った方がいい。お金は、あるんですか？まあ、おじゃあ買ってくださいまあ、普通に生活していく程度はでもそこは削りたくないので3連服我慢しようかなって今お二人の話聞いてて思いました。まあ、でも皐月賞の前にねいっぱいレースありますから。そうですね、それで増やして、うん、はい、ありがとうございます。まるごと必勝チャンネル、来週はマイラーズカップを中心にお届けします。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。